絶対必ず叩かれる日が来るのにね。きっと天国がジョン・レノンや地面力者ぼんまり今の巨子たちが見てるぜ。彼らは我々の代言者としてこの地球上で命がけで戦った。そういう人たちだけが死後に天国に行くようになってるから。夢物語と聞いてもらっても構わねえ。だけど俺は気づいてるから、ただ本当のことを今この瞬間ただ言ってるだけ。この辺で今日は終わりにさせるな。気づかれてるから。ありがとうございます。優しい人ですね。目が優しいもんだって。いや、目にちゃんと出てるから、人間性が。いや、どうも。あ、どうもありがとうございました。どうもどうもどうも。それでは、もう終わりにしたいと思います。今日の参加者は28名。ちょっと30人に足りなかったですね。それでは、自分で飛行で終わりたいと思います。どなたか逃げられませんか。お上がりましたので30名になりました。じゃあ、スプレヒコールお願いします。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。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 はい、どうもしよう。じゃあまた来週。来週も持ってきます。はい、第39回原発再稼働反対ウォーク無事に終わりました。はい、今日はね、主催者発表で、参加者は30人ということでございます。はい、いよいよ来週で第40回目を迎えます。この、抗議行動ですね、早いですね。今回30人でしたけど、次回の第40回はね、もっと多くの方が参加できればいいかなと思っております。はい、では、そろそろ本日の中継を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。失礼します。